H&K x m 八はアメリカ軍の磁気性式アサルトライフルとしてドイツの H&K 社で開発されたアサルトライフル x m 二十九へ移行する間の穴埋めとして1 9九十年代後半 -2000 年代前半にかけて開発が進められていた x m 八は H&K g 三十六を基本設計に強化プラスチックなどの新素材を多く使用し 未来を先取りしたような先進的なデザインをしているのが特徴である。プラスチック素材は自由な形に成形できるので、銃の形を人間工学的にデザインし、使用者の体にちょうどよくフィットして、自然な姿勢で射撃できるように工夫されている。その上、銃の問題点である反動を軽減して、命中精度を向上させることが可能である。2005年にアメリカ陸軍が 直正式アサルトライフルとして同銃を発表したが、同年4月に採用は保留とされた。その後、10月31日には正式に採用を中止し、今後の動向は未定となった。なお、H&K 社は PMC に対し営業活動を行っている。軍事組織で採用が確認されているのは、マレーシア海軍の特殊部隊パスケルのみとなっている。しかし、現在は、 月刊アームズマガジンにおいて生産は終了しているとされている。従来の銃と異なる一番の特徴は部品交換によりアサルトライフルからカービンや分体支援火器として使用できるように改造が可能な点である。部品交換は容易に行える設計になっており、道具を使わず素手で行える自家重症の設計が優れているため反動が小さく重工の跳ね上がりも少ないので、 フルオート射撃でも優れた命中精度を誇り、片手でのフルオート射撃も可能としている。M16 系の機関部に直接発射ガスを吹き付けて作動させる方式と異なり、通常のがスピストン方式なので、銃内部が汚れにくい。そのため、連続2000発の射撃を行った後でもクリーニングを必要とせず、汚れにも強い。事実、二千七年七月に行われた XM8。 HK416、スカー、L マーク、16、M4A1 の4丁の信頼性比較テストでは、最も優秀な成績を収めている。ちなみに、テストの内容は、拡充 10, 10兆を25時間にわたって汚し、その後、銃を6000発発砲するというものである。テスト結果、敗者や不良回数重上部についた ISM は、ドットサイト式赤外線ポインター、光学サイト、 赤外線照射装置を装備する。キャリングハンドルを兼ねるブリッジは取り外しが可能でリアサイト、フロントサイトを内蔵している。コッキングレバー、マガジンレバーは両方とも左右どちら側でも操作が可能で機関部両側にモード切り替えレバーが取り付けられているなど、左利きのい手にも対応可能な作りとなっている。重傷は5段階に伸縮が可能なバットストックで、 取り外しが可能。ハンドガードは人間工学に基づいた設計をしており、対抗音であるため重心の熱を遮断するほか、内部には重剣を装着する部分が収容されている。ピカティニーコンバットアタッチメントポイントと呼ばれるアタッチメントポイントは、各種アクセサリーを付け替えてもボアサイト機能を維持可能。箱型断層はポリマー製で金属製のマガジンよりも重量がント。 軽くなっている。箱型断層以外にも、100連装ドラム型断層も存在する。重心は、コールドハンマー製法で作られており、長時間射撃、連続発射を繰り返しても、命中精度への影響は少ないとされる。また、XM8 の重心下部には 40mm、グレネードランチャー、M320 グレネードランチャーや、マスターキー仕様の12ゲージショットガン、 レミントン M870 などが工具なしで装着可能。様々なオプション部品を取り付けても同じ条件の M4 カービンより2割ほど重量が軽いとされる。ベースラインカービンアサルトライフル型。標準的なモデル。12.5インチバレルを使用。コンパクトカービン PDW 型。蛍光性を重視した小型モデル。9.5インチバレルを使用し、ストックを装備しない場合もある。 シャープシューター取り回しよりも、一撃の威力及び有効射程距離、命中精度などを重視した、狙撃銃、マークスマンライフル型、20インチバレルと改良型のスコープを装備、オートマチックライフル分体支援かき型、長時間かつ頻繁な連射のために、耐久性の高い20インチバレルを採用。また、折りたたみ式のバイポッドを装着し、球弾は100発、ドラムマガジンで行う。 H&KXM8 の登場作品を表示するには、右の表示をクリックしてください。トゥモローワールド警察部隊の装備として登場。なお、撮影に使われたものは、トイガンである、エヴァンゲリオン進撃場版、旧戦略自衛隊の戦闘服を着用しているビレの兵士が携行している、神秘の法帝国ゴドムの兵士が使用、夜群ガンドアサルトライフル型を、ルツ、ウゴ、 キャスパーの護衛部隊が使用。ウゴは、本銃を片手で射撃し、キャスパーの護衛部隊を驚愕させる、わがまま DIY 第54回に登場。アライアンス・オブ・バリアント・アームス・ライフルマン用武器、XM8 として登場。購入すれば、訓練兵からでも、装備可能。アルマに、オペレーション・アローヘッドの、拡張 DLC に登場する PMC、イオン車オペレーターのメイン武器として登場。 ジャストコーズ、ハスウェルジェンにビンディケイターの名称で、シャープシューターモデルが登場する。ジャストコーズに DLC を導入することで入手できる。名称は、ブルズアイアサルトライフルであり、工具を装着している、ウォーロック LV-13 以上から、ゲーム内通貨で購入可能。コールオブデューティブラックオプス2作中では、本銃がアメリカ軍に正式採用されたことになっており、 M8A1 という名称で登場。ハンドガードやキャリングハンドルに、レールが増設されるなどの改良が施されているほか、デフォルトで、バトルフィールドシリーズ、BFBC 突撃兵の装備として、また、XM8LMG という名で、援護兵、XM8C という名で特殊兵の装備として、登場する。BFBC に、XM8P という名で、突撃兵。 XM8C という名で、後兵、XM8LMG という名で、援護兵の装備として登場する。マーセナリーズにワールドインフレームス、コンバットライフルの名称で登場する。連合軍が使用する。メタルギアソリッド4主に米軍が所持。主人公も使用できる。ピクセルガン 3D、秘密部隊のライフルの名称で登場し、レベル27以上から、ゲーム内通貨で購入可能。 フリーファイヤーフィールド内にランダムで配置されている。ありがとうございます。